アミューズミュージアム、ヌの文化と浮世絵の美術館は、東京都台東区浅草にある、日本文化を展示している私立美術館。戦争時の東隣に2009年11月、開館した。大手芸能プロダクションアミューズが、運営母体。民族学者、田中中座ブローの所有する資料を中心に、約3万点の所蔵品を有する。公開展示点数は、 約1500点。布文化を中心とした無名の職人や一般女性の手仕事による美術工芸を紹介しており、展示品は NHK、美の壺、新日本風土儀などのメディアでも取り上げられている。また、2013年の春夏パリメンズコレクションで、ルイ・ヴィトンが2014年の春夏ニューヨークコレクションでは、アルチュザラが2015年春夏コレクションで、 コムデ・ギャルソン、ジュニア・田辺漫画、同館の展示品ボルをモチーフにした。リトゥン・アフタワーズの山形義和や、途中で辞めるの山下陽子など、同館の展示に影響を受けたと公言するデザイナーやアーティストも多い。名誉館長は田中中三郎。館長兼キュレーターは辰巳清。キュレーションのコンセプトはもったいない。東京。 ミュージアムグルッドパス2015利用対象施設となっている。2018年4月、建物の老朽化を理由として、開館10周年の区切りである2019年3月31日をもって閉館することが発表された。戦争時の東門であるに天文に隣接する地区50年のビルをリノベーションした延べ床面積約2000平方メートルのミュージアムは、1階がわざっか、 伝統工芸品主体のミュージアムショップ。2.3階がギャラリー及び日本の布文化を扱う4つの展示室となっている。2.3階の4つの展示室の区分は、第1第3展示室が常設展示、第4展示室が企画展示室の扱いである。6階にあるステージでは定期的に和楽器などのライブ公演を行っている。また6階の一部は、 ミュージアム閉館後に営業開始する、週夜営業のバーになっている。ありがとうございます。